シーズン終了まで勝ち点を一つずつ積み上げたい両チームの対戦です。2018明治安田生命 J3 リーグ第27節グルージャ盛岡対カターレ富山の一戦をお送りします。会場は岩手県盛岡市にあります岩銀スタジアムです。さあ、それではホームグルージャ盛岡スターティングメンバーご覧いただきます。前節からは先発3人を入れ替えてきました。予想フォーメーションです。システムは 3-4-2-1。 小谷と今日コンビを組むのは山田陸、ツーシャドウに谷口海斗、現在10ゴール、そして藤沼拓夢、ワントップに宮市剛です。それではアウェーカターレ富山のスターティングラインナップです。今日はミラーゲームが予想されます。こちらも 3-4-2-1 のシステム。今日は右に佐々木一輝が入っています。左のワイドに前島、椎名と2試合連続で脇本というダブルボランチ、ツーシャドウに新井、そして佐々木陽次、ワントップに苔口拓也が入っています。盛岡の新たな中盤の要となりました。5月に加入して一気にチームの中心です。ヘディングで競り合って谷口海斗から前、藤沼は前いった、谷口海斗が抜け出す。さあ、キーパーと1対1は谷口海斗、先制はグルージャ盛岡。見事開始早々を決めました。前半の3分、これで今シーズン11点目。見事ファーストチャンスを決め切ったグルージャ盛岡。この藤沼から抜け出したところ、うまく裏を取りました。谷口海斗、ニアを打ち込んだという谷口海斗のゴールです。グルージャ盛岡先制。キッカーは白石、そしてファーサイドにセンターバックが固まっているが、ニアサイド、カワーズの上通り越していきましたが、フォローに入る山田陸。白石一気に縦に行く、ドリブルで行ってどこに合わせるか、久保海斗の前、宮市、久保海斗、もう一度シュートは、ここは実りませんでした。最後久保海斗、そして宮市がゴール前に詰めていきました。この白石の縦へのドリブル、見事なものがありました。よく見えていました。さあ、裏に抜け出した、ヒールで流して、佐々木陽次シュート決まりました。前半18分、カターレ富山同点に追いついています。桶口のヒールから7番の佐々木陽次、見事なフィニッシュ。今のシーンです。桶口が裏に抜け出してヒールで流して、佐々木陽次、見事なフィニッシュ。左隅をしっかりと打ち抜きました。ボールを運んできて谷奥、八木下から裏、桶口にボールが当たるか、福田富也が戻るが、小毛口シュート、もう一度佐々木陽次、かわすが、ここはシュートを打ち切ることができません。そして一気に前、谷口海斗、そして宮市が右、さらには藤沼拓夢が待っている。ここは合いません。江頭から前というボール、対するはここでカウンター、小毛口に渡る、向こうサイドから新井、桶口自ら行くか、中使う、シュート、最後は佐々木一輝のシュート、守った小泉。桶口が中ボックス内進入してきて、そこから中央に走り込んだ佐々木一輝。川上が小谷についています。そしてファーサイド、川津、嫁坂、さあどのあたりに蹴ってくるのか、ゴール中央、嫁坂の後、小谷がシュートを放ちます。福田がフォローに入る、そして江頭から長いボール、今度は藤沼シュート、折り返して、もう一度シュート、嫁坂シュートは、ここは枠は捉えられません。3本のシュートを浴びせたグルージャ盛岡でしたが実らず、江頭からいいボールがここ藤沼に渡って、まずは1本目、これがクロスという形になりました。宮市です。宮市あと触れていればゴールと、最後は嫁坂でした。ここで白石も前に重心をかける。さあ、佐々木陽次から一本で前、小谷がボールを受けて、山田陸、もう一度小谷、さあ前を向いた、白石にボールが渡ります。
ファーサイドを呼んでいた、長いシュート、藤沼が決めた。ブルージャ森岡45分に決めました。ここで勝ち越し点、長い飛び出したんですが届かず、藤沼冷静にゴールに流し込みました。もうアディショナルタイムすでに5分が経過しています。どこで笛が鳴るのか。川津ヘディング、クリアをしてここで試合終了です。7月22日以来ホーム戦での勝利、中断期間明けようやくホーム戦の勝利が訪れました。ブルージャー盛岡、カターレ富山を2対1で下しています。